風の向こうへ地平線は君を呼んでる果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ早くくたばっちまいって、あとは俺様に任しときな。おっと。バカなやつだ。ご丁寧に自分から俺様の食卓についてくれるとは。いつもいいところで現れやがる。あいつの声聞きながらじゃせっかくの肉もまずくなっちまう。お預けとすっか。森が死んでしまう。ごめん。やめろ。ここはパンジャの森だ。戦ってはいけないってみんな知ってるはずじゃないか。悪いが、もうそんなことを言ってる時ではないのだ。そう、引っ込んでいてもらおうか。待つんだよ。みんな待って、お願いだ。今飲まねば死んでしまう仲間がいるんだ。黒サイじいさん、何を生きり立っておるのだ。こんなことをして何になるというのだ。今は耐えるしかない。まずは弱った者たちにこの泉を分け、みんなでギリギリまで待つのだ。しかし何を待つというんですか。死をですか。山をだ。山を信じて待つのだ。パンジャがこの森を作った頃から何度かこのような渇きの時が訪れた。しかしいつもあの母なる山が我々を助けてくれた。おふくろさんと呼ばれるあの山の主が助けてくれたのだとパンジャは言っておった。記憶でさえ定かでない遥かな昔から山に住んでいるという山の神が。では雨を降らせてくれるのか。川を戻してくれるというのか。いや違う。もっともっと美しいものじゃ。you
来る。ん？助かった。黒沢爺さん、うん、父さんが言ってたおふくろさん、うん、ムンザンのおふくろさん、お前山へ行こう、おふくろさんに会おうなどと思っとるな、やめておけ。いや、お前にはまだ無理だ。お前がパンジャのような大人になるまで待つのだ。お前はせっかちすぎる。どうしたのだ。わからないけど何か。この体に差し込んでくるものはマロディ。マロディ。レオ。マロディも。お前も感じるのだな。うん。この雪は今までの雪とは違う。
胸騒ぎ。呼んだ。何？今誰かが僕を呼んだんだ。呼んだ。そうかもしれん。わしには何かが訴えている時の胸騒ぎのようにしか思えんが、お前が呼ばれたのかもしれん。パンジャのこのお前が。マロディ、僕行くよ。やっとわかった。呼んでたんだ。行くよ。今行くよ。黒沢爺さん。何かよからぬことが起こるに違いない。以前なら大地を潤しすぐに止んでくれた母なる雪が今度は止みそうにない。黒沢爺さん、わかったんだ。この雪もあの声も僕を呼んでたんだ。何をバカな。だってはっきりそう感じたんだ。言ったはずだ。おふくろさんに会えたのはパンジャだけだ。やめておけ。これはおふくろさんの怒りなのだ。僕行きます。ごめんなさい。レオ。レオ、話してくれ。僕は行かなくちゃならないんだ。わしはもう大切な友を失いたくないのじゃ。もう二度と失いたくないのだ。黒沢爺さん、どういうことです？あのムーン山でおふくろさんに会ったものは再び降りてこられないのだ。父さんは？パンジャは特別だった。ずっと昔わしの友達で勇気のある者がいた。そいつは恐れを知らぬ若者で、みんなの忠告も聞かずムーン山へ向かった。それっきり山から戻っては来なかった。レオ、わしはお前を呼んでるんだ。僕行きます。待つのだ、レオ。そんなの。でも呼ばれたんだ。呼ばれた？何？誰だか分かんないけど僕を呼んでるんだ。わけ分かんないこと言ってないで、もう帰るんだよ。そうそう。いや、行くよ。やめろ、無理だってば。そう、大地ね、ここを登るのだって無理だよ。やってみなければ分からないさ。あ、ほらね、引き返した方がいいよ。そうだ、滝の方からなら登れるかもしれない。危ない危ない、鍾乳洞を抜けてった方がずっと安全だよ。そうかい、ありがとう。ココココ、レオは好奇心が強すぎるんだよ。違うよ、今度はそうじゃない。それになんとか雪を止ませて森を守らなきゃと思うのもわかるよ。けど違うよ、本当に誰かが僕を呼んでるんだ。悲しい声で、お袋さんかもしれない、違うかもしれない。だからこの目で確かめたいんだ。そうすれば。やめなよ、じいさん。何？マロディ。気持ちはわかるがな、呼ばれたのはレオなんだ。俺やじいさんが呼ばれたわけじゃない。ダメだ。これ以上はいけないや。やっぱりあの時帰ってればよかったんだ。今さらもう遅いよ。なんとか出られる方法はないかな。ああ、こんなところに閉じ込められるなんて。トニー、うまくいけば天井を崩して
抜け穴を作れるかもしれない。黒沢爺さんが話してくれた。この先にムーン山が。体も氷のようだ。このままでは黒沢爺さんの友達のようになってしまう。くそ。お前は誰だい？僕はレオ。レオ？パンジャの森から来たんだ。パンジャはどうしたのです？私はパンジャを呼んだのですよ。父さんは人間に殺されました。パンジャが殺された？僕も母さんから教えられたんです。おお。僕はパンジャの子です。そうか、そういえばお前も雪の体をしている。はい。パンジャの血を引く勇気ある者よ。パンジャの代わりにお前に伝えよう。はい、それを聞きに僕は来ました。恐ろしい力が今パンジャの森とムーン山を支配しようとしている。恐ろしい力？それは私たちの想像を超えた力だ。知恵を超えた運命の力と言える。しかし何としてでも阻止せねばならない。阻止できなかったら森も山も全てが滅びる。そいつはどんなやつです？今はわからない。どんな姿でやってくるかもわからない。どうして？運命のような力だからだよ。運命というのは様々な姿に変わって現れるのだ。時には風、時には雨、時には人間。人間？そう。でも今はわからない。パンジャの子よ、よく聞くがいい。この辺りの森や山は何千年もの間、いやもっと昔から栄えてきた。すべての森の生き物が自由に生き、豊かに育ち、生命の喜びに満ち溢れていた。その自由が
恐ろしい力によって侵されようとしている。でも遅くはない。帰って準備をしなさい。どうやって？私は感じることはできる。しかし答えを出せるのは運命と同じ力を持っているものだけなんだよ。お前なら戦うことができる。私を恐れずこのムーン山まで来ることができたのだから。さあお帰り。雪ももう止むだろう。レオ、また会いましょう。さようなら、おふくろさん。おふくろさん、僕は森に戻ります。僕、おふくろさんに会ってきました。見るがいい。信じよう、レオ。あの雲が晴れ、森に命が戻ったのだから。でも黒斎爺さん、おふくろさんが言ってました。恐ろしい力がこの森に、山にやってくるって。僕たちがそれを阻止しなければならないって。黒さん、僕は森を守ってみせます。約束します。恐ろしい力がパンジャの森を襲ってくるなんて。でも一体何がどんな姿でやってくるというんだ。やめろ。今は仲間同士で争ってる時じゃない。次回ジャングル大帝第14章、野生パンジャの森は僕が守る。